中国に同調する国などない。日本批判をする中国に対し、ドイツ外相が大激怒したことが話題になっています。国際的な問題について協力し、G7 や国連での連携を強化している日本とドイツ、特に気候変動や環境保護に関する取り組みでは共通の価値観を持っています。さらにドイツは日本にとって欧州最大の貿易相手国です。そんな中、中国が台湾新総裁の就任式で日本を批判する発言をしたことに、ドイツ初の女性外務大臣が激怒し、強く反論しました。この反論に中国側も反発しますが、最終的には中国が恥ずかしい思いをする羽目になったのです。一体中国はどのような日本批判をし、ドイツ外相を激怒させたのでしょうか。今回はドイツ初の女性外務大臣が日本を擁護した話題と、それに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。女性初の外務大臣が切り開く新しい時代。2005年から16年間ドイツの首相を務めたアンゲラ・メルケル氏。ドイツの安定と欧州連合、いわゆる EU 内での指導的な役割を確立しました。しかし2021年の総選挙では彼女が再出馬しないことを表明し、メルケル政権は幕を閉じたのです。その後2021年9月に行われたドイツ連邦議会選挙では、メルケル氏の所属するキリスト教民主同盟が歴史的な敗北を喫します。そして選挙の結果、中道左派の社会民主党が第一党となり、オラフ・ショルツ氏が新首相に選出されました。ショルツ氏は財務大臣や副首相を務めた経験があり、メルケル政権でも重要な役割を担っていたため、国民から信頼を集めたのです。新政権は新合連立と呼ばれる社会民主党、緑の党、自由民主党の3党による連立政権が誕生しました。社会民主党は赤、緑の党は緑、自由民主党は黄色の党カラーを持っているため、新合連立と呼ばれています。この連立はドイツ国内外で注目され、特に環境問題やデジタル化、経済政策に関する改革が期待されました。議会第3党となった環境政策を前面に掲げる緑の党の共同党首、ロベルト・ハーベック氏が副首相、アナレーナ・ベアボック氏が外務大臣に就任したのです。その中で外務大臣に就任したベアボック氏は、ドイツ初の女性外相として注目を集めました。ベアボック氏は1980年12月15日にドイツのハノーファー生まれで、環境問題や平和運動に熱心だった家庭の影響を強く受けて育ちました。子供の頃はトランポリンの競技選手として活躍しており、スポーツでの経験が彼女のチームワークやリーダーシップの基盤となったのです。そしてハンブルク大学で政治学を学び、その後イギリスのロンドンスクールオブエコノミクスで国際広報の修士号を取得しました。彼女のこうした経験が外交や国際関係の分野での深い理解を育み、後に彼女が外務大臣として活躍する上で重要な役割を果たしました。2005年、ベアボック氏は緑の党に入党し、党内で急速に頭角を現します。そして2018年、ベアボック氏はロベルト・ハーベック氏と共に緑の党の共同党首に選出されました。彼女のリーダーシップのもと、緑の党は大きく成長し、ドイツの政界で重要な勢力となったのです。特に気候変動や環境保護を最優先課題とする政策提言が多くの支持を集めました。2021年のドイツ連邦議会選挙では、ベアボック氏を緑の党の首相候補として選出。彼女が気候変動対策、デジタル化、社会的公正を選挙キャンペーンの中心に据えたことで、緑の党は多くの支持を得ました。最終的には社会民主党のオラフ・ショルツ氏が首相に選出されましたが、ベアボック氏は外務大臣としてドイツ政府の一翼を担うことになったのです。ベアボック氏の独裁者発言、中国との緊張再燃。ドイツはヨーロッパ連合をはじめ、北大西洋条約機構 NATO や国際連合など数多くの国際組織に加盟しており、これらの場で積極的に国際協力とリーダーシップを発揮しています。日本とドイツは G7 などの主要国首脳会議を通じて、国際社会が直面する様々な課題に連携して取り組んできました。このように共通の価値観を共有する重要なパートナー関係にあります。両国は軍縮や
大量破壊兵器の拡散防止を目的とした政策を推進しており、国際的な平和と安定のため共に行動しているのです。さらに国連安全保障理事会の改革やその他の国際問題、地域情勢においても緊密に協力しており、中東問題に対しても同じ方針で取り組んでいます。ドイツはこれらの協力を通じ、国際社会の中で影響力を持つ存在として重要な役割を果たし続けているのです。2023年6月、アメリカのバイデン大統領が習近平国家主席を独裁者と呼んだ際、中国外務省はこれに反発し、事実に反すると抗議。その約3ヶ月後の9月、ベアボック氏が習近平国家主席を独裁者と呼んだことを中国が再度抗議してきたとドイツ外務省の報道官が明らかにしました。ベアボック氏は訪米中に FOX ニュースのインタビューで、ロシアのウクライナ侵攻について尋ねられた際、もしプーチンがこの戦争に勝利した場合、習主席のような他の独裁者にどんなメッセージを送ることになるか想像しただけで怖いと述べました。この発言に対し中国外務省は強い不満を示し、ベアボック氏の発言を厳しく非難しました。さらに中国外務省の報道官は定例記者会見で、ベアボック氏の発言は極めて不適切であり、中国の政治的尊厳を侵害していると指摘し、これは政治的挑発であるとドイツに抗議したことを明らかにしました。ベアボック氏は過去の発言からも中国に批判的な姿勢を貫いており、中国の人権問題や対台湾政策に対しても強硬な立場を示してきています。2023年4月に彼女が中国を訪問した際には、台湾の人権問題やウクライナについて中国が敏感に反応する話題に堂々と意見を述べる場面もありました。ベアボック氏は公式の場で、中国が特に敏感に感じる人権問題について、中国では市民社会の活動の場が縮小し、人権が制限され続けていると指摘したのです。これに対して中国側は、世界には人権に関する基準は存在しないと反論し、西側の価値観を必要としないと述べました。これらのやり取りは両国間の緊張関係を示す一例と言えるでしょう。ベアボック氏の警告、中国の一党制の強みとリスク。さらにロシアのエネルギー輸入に関して、ベアボック氏は、我々はロシアのエネルギーに依存し高い代金を支払う羽目になった、同じ過ちを繰り返すわけにはいかないと指摘。彼女は中国が今後どのような選択をするかが欧州との経済的相互依存の度合いに影響を与えると述べ、中国との関係が進展するかどうかは中国次第だと強調しました。これに対して中国は、過去の西洋植民地主義が世界にもたらした苦痛を引き合いに出し、中国はその古い道を踏襲するつもりはないと主張したのです。代わりに平和と安定をもたらす世界を築くことを目指すと強調しています。ウクライナ戦争に関してもベアボック氏は、中国の政治的解決立場文書には侵略者であるロシアに対して停戦を求める内容がないと指摘。これに対し中国側は、我々は衝突に関与している国に武器を提供しておらず、輸出管理も厳格に行っていると反論しました。ベアボック大臣は中国に対し率直に意見を述べ続けています。習近平国家主席は中国で最も権力を持つ指導者であり、事実上の最高指導者としての地位を10年にわたり築いてきました。現在中国国内で彼に異を唱える者はいないとされています。中国は共産党が全てを指導する一党制を採用しており、習主席は党中央委員会の総書記、中央軍事委員会の主席、さらには国家主席という3つの重要な役職を兼任しているのです。習主席は経済や安全保障、外交、情報通信など各分野での指導を行う小委員会を設立し、これらの組織のトップにも自ら就任しました。これにより過去の指導者とは異なり、各分野の実務を官僚に任せることなく一手に権力を集中させています。これにより裁判においても習主席の意向に反する判決が出にくい状況が作られているようです。また中国の SNS で熊野プーさんの画像を投稿すると、その内容が削除されることがあります。これはプーさんの見た目が習主席に似ていると指摘され、批判の象徴になったためです。
このため関連する映画やキャラクターグッズの販売は中国で禁止されています。習主席は自らや共産党への批判が広がることに敏感で、言論統制を強化しメディアへの規制も厳しくなっているのです。中国と日本は同じアジアに位置していますが、国際的な役割は異なります。中国は経済力と政治的影響力を持つ国とみなされ、急成長を遂げる一方で労働搾取や環境汚染、貿易不正といった問題が指摘されているのです。一方、日本は技術革新や文化、高い生活水準で知られ、国際的な信頼を得ており、過去の歴史から学び、平和と協力を重視する姿勢が国際的に評価されています。台湾問題で日本を守るドイツが示す強い立場。メルケル政権下では中国との経済関係が強化され、最大の貿易相手国となりましたが、最近では人権問題や海洋進出に対する警戒感が高まっているようです。現在のショルツ政権は脱中国に向けて2023年7月の閣議で初めて中国政策をまとめた文書を承認しました。これまで経済関係の強化を重視してきたドイツは、ロシアへのエネルギー依存の教訓を踏まえ、中国依存の解消を目指す方針を打ち出し、経済界にも対応を促しています。公表された文書では、中国をパートナーとしつつもロシアとの関係強化やインド太平洋地域での軍事的な動きに警戒を示し、対立や競争の要素が増加していると指摘しています。ドイツは中国との経済関係を維持しながらも、重要分野での依存解消を進める方針を掲げ、分離は否定するものの、リスクの軽減を急ぐ必要があるとしています。ベルリンでの講演でベアボック氏は、中国への依存度が高い企業は財務リスクを背負うことになると警告し、経済界への対応を求めました。これに対しドイツの産業界は、この新戦略が中国からの分離ではなく、リスク軽減を目指すものである点を評価しています。ドイツ産業連盟のジークフリート・ルスブルム会長は、緊張が高まる中でバランスの取れたアプローチを追求していると述べました。しかし、この新たな戦略に対し中国は好意的には受け止めていないようです。2024年4月16日、中国・北京での会談で習近平国家主席は、電気自動車やリチウム電池、ソーラーエネルギーの中国からの輸出が世界市場に貢献し、インフレ圧力を緩和する重要性を主張しました。さらに、過剰生産能力を問題視するドイツを含む欧米諸国に対し牽制の意を示したのです。また、台湾新総裁の就任式への国会議員の出席をめぐり、呉江浩駐日中国大使が、中国分裂を企てる戦車に縛られてしまえば、日本の民衆が火の中に連れ込まれることになると述べたことについて、日本側は記者会見で、在京大使の発言として極めて不適切であると考えており、直ちに厳重な抗議を行ったと、中国側に厳重に抗議したことを明らかにしました。そして、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するとの日本政府の立場を改めて強調した上で、こうした立場を首脳間を含めて伝えていく考えを示したのです。この日本批判に対してベアボック氏は、台湾海峡の不安定化は世界全体、そしてドイツにも影響を与える。日本批判をしたことについては明らかに不適切であり、中国に同調する国などないと怒りをあらわにし、中国による発言に強く反対する立場を示したのです。ベアボック氏の日本訪問、日本の信頼と国際協力。ベアボック氏は2022年7月10日から11日にかけて日本を公式に訪問しました。滞在初日には長崎市を訪れ、長崎原爆資料館を視察し、被爆者と面会。その後、長崎純心大学を訪れ、学生たちと交流し、核兵器のない世界を目指すプロジェクトについて意見を交換しました。この交流を通じて、最近の国際情勢を踏まえた平和の意味や平和構築に関する意見が交わされることになったのです。滞在2日目の7月11日には、東京で当時の外務大臣林芳正氏と会談し、日本は常に信頼できるパートナーですと述べました。続く経済安全保障担当大臣小林鷹之氏との会談では、情報通信の安全性やライフラインの確保、経済的依存といった
経済安全保障に関する具体的な意見交換が行われたのです。ベアボック氏は2023年3月に行われた日独政府間協議や4月および11月の G7 外相会合にも参加しています。日本とドイツは地球規模の課題について話し合う G7 のメンバー国として、環境保護や持続可能なエネルギー政策に積極的に取り組み、再生可能エネルギーの開発や気候変動対策での協力関係を築いているのです。また日本とドイツは共に民主主義国家であり、国際的な安全保障問題においても強力に連携しています。国際連合や NATO などの国際組織における協力に加え、国際的なテロ対策や紛争解決にも共同で取り組んでいるのです。日本にとってドイツは欧州最大の貿易相手国であり、ドイツにとって日本は中国に次ぐアジア第2位の貿易相手国です。日本からドイツへは自動車や半導体、化学製品、農林水産物として緑茶などが輸出され、ドイツから日本へは自動車や医薬品、半導体、農林水産物としてチーズなどが輸入されています。両国は先進工業国として企業同士の投資や取引も活発で、自動車産業や機械工業などの分野で特に連携を強化しているのです。日本におけるドイツ車の販売数はポルシェ、メルセデスベンツ、BMW といったブランドが上位を占めています。現在中国の影響力が増す中で、問題に対して率直に意見を述べることができるリーダーは少なくなっています。その中でドイツのベアボック氏はその一人としての役割を果たしているでしょう。ドイツは中国依存からの脱却を進めつつあり、軍事力を強化する中国に対しては危険を伴う立場ですが、それに立ち向かう姿勢が期待されています。信頼関係を築いている日本とドイツは今後もさらなる協力を強化するために緊密に連携していくことでしょう。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本は国際的な課題に関して常に信頼できるパートナーであり、他国にとっての模範となっていると思うよ。中国なんかより日本との関係を深める方がいいんじゃないかな。日本は国際的な協力のお手本となっている。世界中の国が日本のこの姿勢からたくさんのことを学ぶべきだと思う。日本は再生可能エネルギーや環境保護において先進的な取り組みをしていて、国際社会におけるリーダーシップが際立っているように感じるよ。平和を重視すると言いながら防衛力を強化する動きには矛盾を感じている。日本は過去の戦争に対する責任を十分に認めていないよな。これがアジア諸国との関係を悪化させているんじゃないかな。日本は国際連合や G7 など多国間の平和を重視しており、グローバルな課題解決に向けた協力を推進しているよね。平和主義を貫き、国際紛争を対話で解決しようとする姿勢は素晴らしい。いかがでしたか？ドイツのベアボック外相が日本を擁護する発言をしてくれたことは日本にとって嬉しいことですね。ドイツと日本は経済、政治、文化の各分野で協力を行っています。共に強い信頼関係を見据え、国際社会において重要なパートナーとしての役割を担っているのです。この関係性を維持できるよう、日本が今まで以上に信頼される国でいられる外交を期待したいですね。今回は最近起きた衝撃的な出来事についてお話しします。日本がやりました。これは中国海軍が起こした事件の責任をなんと日本に押し付けようとした際の言葉です。一体何が起きたのでしょうか？2023年11月、日本近海で驚くべき事件が起こりました。オーストラリア海軍の艦船が潜水作業中に中国海軍から音波探知機を照射され、兵士が負傷するという事態に見舞われたのです。これだけでも十分に国際問題になりそうな事件ですが、事態はさらに予想外の方向へと展開していきました。驚くべきことに、中国側はこの事件の責任を認めるどころか、日本の海上自衛隊の仕業だと主張し始めたのです。これに対しオーストラリアは即座に反応、中国の主張を強く否定し、中国人の言葉に信頼性はないという厳しい言葉で非難しました。なぜこのような事態に至ったのでしょうか？中国海軍の行動の背景には何があるのか？そして日本はこの状況にどう対応すべきなのでしょうか？これらの疑問について考えていきましょう。どうぞ最後までご覧ください。中国海軍の危険行為、オーストラリア艦船への攻撃と責任転嫁の外交。
ではこの事件の詳細についてもう少し詳しく見ていきましょう。2023年11月14日オーストラリア海軍のフリゲート艦 HMAS トゥーンバは日本の排他的経済水域内で任務に当たっていました。この海域での活動は日本政府の許可を得て行われていたものです。ところが艦船のプロペラに何かが絡まるという事態が発生しました。このような状況は海上での活動では珍しいことではありません。艦長は即座に対応し船を停止させた上で潜水士による点検と除去作業を開始しました。ここで重要なのは潜水作業中の艦船は非常に脆弱な状態にあるということ。動けない上に水中にいる隊員の安全確保が最優先となるからです。そんな中中国海軍の駆逐艦が接近してきました。オーストラリア側は直ちに無線で警告を発します。こちらオーストラリア海軍フリゲート艦トゥーンバ、現在潜水作業中につき接近しないでください。国際法上このような状況下では接近してくる船舶は距離を保つのが常識です。しかし中国艦船はその警告を無視しさらに接近を続けました。そして最悪の事態が発生したのです。中国艦船が突如強力な音波探知機ソナーを作動させました。水中では音波の伝わり方が空気中とは全く異なります。そのため強力な音波は水中で増幅され潜水士たちに直撃してしまいました。オーストラリア国防省の発表によると複数の潜水士が軽度から中度の音響外傷を負ったとのことです。幸い命に別状はありませんでしたが耳鳴りや一時的な難聴などの症状が出たと報告されています。また専門家によれば水中での強力な音波被曝は単なる耳の損傷だけでなく肺や他の内臓にも影響を及ぼす可能性があるといいます。まさに命の危険と隣り合わせの状況だったということです。その後オーストラリア国防省は公式声明を発表しこの事件を危険で非プロフェッショナルな行為と厳しく非難しました。明らかに国際法に違反し他国の軍人の生命を危険にさらすような行為、これが偶発的な事故だったのでしょうか、それとも意図的な挑発行為だったのでしょうか。実はこの事件の後中国側の対応がさらに物議を醸すことになります。常識的に考えれば国際法違反を指摘された国は謝罪するか少なくとも調査を約束するはずです。しかし中国側の対応は全く異なるものでした。事件から数日後、中国外務省の報道官は次のような声明を発表しました。オーストラリア側の主張は完全な誤りです。我が国の艦船は常に国際法を遵守しプロフェッショナルかつ安全な方法で行動しています。これだけでも十分に驚くべき発言ですが、さらに衝撃的な主張が続きます。当該海域には日本の海上自衛隊の艦船も存在していました。オーストラリア側の主張する事件はおそらく日本側によるものでしょう。つまり中国は自らの責任を完全に否定し、その上で日本に責任を転嫁しようとしたのです。ここで少し立ち止まって考えてみましょう。まず考えるべきはオーストラリア海軍に日本がソナーを作動させたという虚偽の主張をする動機があるのかという点です。日本は同盟国であり、オーストラリアが日本を貶める理由は見当たりません。さらに仮に日本の艦船が近くにいたとしても、オーストラリア側が中国艦船と日本の艦船を見間違えるというのは常識的に考えてありえないのではないでしょうか。さらに言えば日本の海上自衛隊が国際法を無視してこのような危険な行為をする可能性はどれほどあるのでしょうか。中国側の主張はどう考えても筋が通りません。しかし中国大使館の報道官はさらに踏み込んだ発言をします。オーストラリアは事実を歪め中国に責任を押し付けようとしています。これは中国に対する政治的な攻撃であり、オーストラリアの対中政策の一環です。この発言は問題の本質を完全にすり替えようとするものです。事実関係を明らかにし責任の所在を明確にすることがなぜ政治的な攻撃になるのでしょうか。さらに驚くべきことに中国側はオーストラリアは謝罪すべきだとまで主張していることです。被害者であるはずのオーストラリアに対し加害者と思われる側が謝罪を要求する、この異常な状況に国際社会は困惑しました。このような中国側の対応は残念ながら近年の中国外交の特徴とも言えるのです。戦狼外交と呼ばれる攻撃的な外交姿勢は事実を歪め責任を転嫁し、さらには被害者を非難する、こうした行動が国際社会における中国の信頼を著しく損なっていることは明らかです。
豪中衝突事件で露呈した国際関係の緊張、日本への責任転嫁と同盟国の結束。オーストラリアのリチャード・マールズ国防相は記者会見で次のように述べました。我々はこの事態を極めて深刻に受け止めています。中国海軍の行動は国際法に明らかに違反しており、我が国の軍人の安全を危険にさらしました。そして中国側の日本への責任転嫁についてはこう明言しています。日本の艦船が関与したという中国側の主張は完全な虚偽です。現場には日本の艦船はおらず、この事件は間違いなく中国海軍によるものです。ここで注目すべきはオーストラリアが日本を明確に擁護している点です。同盟国である日本の信頼を損なうような中国の主張を即座に、そして強く否定したのです。さらにオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相もこの問題について言及し、次のように述べました。中国人の言葉に信頼性はありません。彼らの主張は事実に反しており、責任から目をそらそうとする行為は容認できません。この中国人の言葉に信頼性はないという強い表現は国際社会に大きな衝撃を与えました。首相自らがこれほど直接的な言葉で中国を批判することは極めて異例です。オーストラリア政府はこの事件に関する詳細な報告書も公開しました。その中には事件当時の通信記録や負傷した隊員の診断書なども含まれています。報告書では中国艦船のソナー使用が国際海洋法に違反していること、そしてオーストラリア側の再三の警告を無視したことが明確に記されています。さらにオーストラリアは国連海洋法条約に基づき中国に対して正式な抗議文書を送付しました。オーストラリアのこうした対応は国際社会におけるルールの重要性、そして同盟国との信頼関係の大切さを示していると言えるでしょう。一方、この国際的な騒動に図らずも巻き込まれることになった日本。まず岸田文雄首相は記者会見で次のように述べました。今回の事態は極めて遺憾です。中国側の主張は事実無根であり、断固として退けます。日本の海上自衛隊がこのような国際法違反の行為をするはずがありません。この発言は日本の立場を明確に示すものでした。中国の責任転嫁を明確に否定し、同時に自衛隊の高い規律と国際法遵守の姿勢を強調しています。続いて木原稔防衛大臣も声明を発表しました。海上自衛隊の艦船は当該海域に存在していませんでした。我々は常に国際法と日本国憲法を遵守して行動しています。中国側の主張は日本の国益を損なうだけでなく、地域の平和と安定を脅かす重大な問題です。ここで注目すべきは、日本が単に疑惑を否定するだけでなく、中国の行動が地域全体の問題であることを指摘している点です。さらに外務省は詳細な反論文書を公開しました。その中には問題の日時における海上自衛隊艦船の位置情報や日豪両国の防衛協力の歴史なども含まれていたのです。さらに海上自衛隊も具体的な行動を取りました。事件後、日本の排他的経済水域内でのパトロールを強化し、中国艦船の動向を注視しています。またオーストラリア海軍との合同訓練も実施し、両国の連携をより強固なものにしました。こうした日本の対応は国際社会からおおむね好意的に受け止められています。アメリカのブリンケン国務長官は日本の冷静かつ毅然とした対応を支持すると述べ、イギリスやフランスなども日本の立場を支持する声明を出しているのです。しかし課題がないわけではありません。中国との関係悪化は避けられず、経済面での影響も懸念されます。また自衛隊の活動範囲拡大を求める声も出ており、憲法解釈をめぐる議論も再燃しそうです。中国海軍の挑発行為が招く国際的緊張、各国の対応と海洋戦略の行方、この事態に対する国際社会の反応はどうだったのでしょうか。主要国の対応を見ていきましょう。まずアメリカの反応です。ブリンケン国務長官は次のように述べました。中国の行動はインド太平洋地域の安定を脅かす重大な問題です。我々はオーストラリアと日本の立場を全面的に支持します。自由で開かれたインド太平洋の維持のため、同盟国と緊密に連携していきます。アメリカはこの事態を対中戦略の一環として捉えているようです。イギリスも同様の立場を示しました。スナク元首相は法の支配に基づく国際秩序を守るため日本とオーストラリアを支持すると表明しています。一方、フランスのマクロン大統領は
やや異なるアプローチを取りました。この事態の平和的解決を強く求めます。同時に全ての国が国際法を遵守することの重要性を改めて強調したいと思います。フランスは対立をエスカレートさせないよう配慮しつつ国際法遵守の重要性を訴えています。ドイツのショルツ首相も同様の立場です。こうした欧州諸国の反応は中国との経済関係を考慮しつつも法の支配という普遍的価値を重視する姿勢の表れと言えるでしょう。アジアに目を向けると韓国の対応が注目されました。ユン・ソンニョル大統領は地域の平和と安定のために関係国の自制を求めるというやや慎重な声明を出したのです。中国と日本の間で難しい立場にある韓国の複雑な外交事情が垣間見える対応と言えるでしょう。実は中国海軍の問題行動は過去にも報告されています。2022年12月、中国海軍の空母遼寧を中心とする艦隊が沖縄本島と宮古島の間の海域を通過し太平洋に出て訓練を行いました。この海域は国際法上自由に通行できる海域です。しかし日本の領海に近い海域での大規模な軍事訓練は明らかに日本への牽制と受け取れるものでした。当時防衛大臣だった浜田靖一氏は力による一方的な現状変更の試みだと懸念を表明しています。なぜ中国海軍はこのような行動を取るのでしょうか。専門家は次のような分析をしています。一つ目は海洋進出戦略です。中国は真珠の首飾り戦略と呼ばれるインド洋から南シナ海にかけての海洋進出を進めています。これらの行動はその一環と見られているのです。二つ目はグレーゾーン戦術。これは武力衝突には至らないものの相手国を威嚇し既成事実を積み重ねる戦術です。三つ目は国内向けアピールをしているという点です。強硬な対外姿勢を示すことで国内の支持を得る狙いもあるとされています。しかしこれらの行動には重大な問題があります。まず国際法違反の可能性が高いということです。国連海洋法条約では他国の排他的経済水域内でも航行の自由は認められていますが軍事行動や威嚇行為は禁止されています。また地域の安定を損なう恐れがあるのです。各国との緊張関係が高まれば不測の事態が発生するリスクも高まります。さらに中国自身の国際的信用も失われかねません。法の支配を軽視する姿勢は責任ある大国としての評価を損なうことになるでしょう。中国海軍の挑発が変える国際秩序、深まる同盟と高まる海洋安全保障の重要性。ここからは日本の海上自衛隊の能力についてご紹介します。実は日本の海上自衛隊は世界有数の実力を持つ海軍と評価されているのです。まず装備面から見ていきましょう。海上自衛隊の主力艦の一つとしてイージス艦が挙げられます。日本は現在8隻のイージス艦を保有しており、この数はアメリカに次ぐものとなっているのです。イージス艦の特徴は高性能レーダーとミサイル迎撃システムを備えていることです。北朝鮮のミサイル発射にも即座に対応できる能力を持っています。次に海上自衛隊の誇る双竜型潜水艦についてお話しします。双竜型は世界最新鋭の通常動力型潜水艦です。特筆すべきはその静粛性です。空気独立推進 AIP システムにより長期間にわたって水中航行が可能です。アメリカの海軍関係者からも世界最高レベルの通常動力型潜水艦と評価されています。さらに2021年から就役した太平型潜水艦はリチウムイオン電池を採用し、より長時間の潜航が可能になりました。この技術は世界でも日本が先駆けとなっています。対潜水艦能力も世界トップクラスです。川崎 P1 哨戒機は最新のセンサー技術を搭載し、広大な海域を効率的に監視できます。人的資源についてはどうでしょうか。海上自衛隊の隊員は高度な訓練を受けており、特に複雑な装備を操作する技術力は国際的に高い評価を得ています。その実力は実際の訓練でも証明されており、例えば日米共同訓練レッドフラッグアラスカでは海上自衛隊のパイロットがアメリカ軍パイロットをしのぐ成績を収めたこともあるのです。このように最新の装備と高度な技術を持つ日本の海上自衛隊はアジア太平洋地域の安定と安全保障に不可欠な存在として、今後もその役割がますます重要になっていくでしょう。さてここまで見てきた一連の出来事を踏まえ、今後の展開と課題について考えてみましょう。
まず日中豪の関係性の変化が予想されます。オーストラリアと日本の関係はこの事件を機にさらなる強化が予想されます。両国はすでに準同盟国と呼ばれるほど緊密な関係にあり、今後は防衛協力がより一層進展することでしょう。一方、中国との関係については難しい局面を迎えることが予想されます。経済面では相互依存関係にありながら、安全保障面では緊張が高まるという複雑な状況が続くでしょう。日本政府にはこの難しいバランスを取りながら国益を守っていくという難題が突きつけられています。さらに今回の事件は国際社会における海洋安全保障の重要性をより一層浮き彫りにしたといえます。その結果、国際法に基づく海洋秩序の重要性が改めて認識されることとなりました。日本を含む関係国はこの秩序を守るため、より緊密に協力していく必要があるでしょう。自由で開かれたインド太平洋構想の重要性も一層高まると予想されます。この構想は法の支配に基づく海洋秩序の維持を目指すもので、日本が主導的な役割を果たしているのです。さらにアメリカ、インド、オーストラリアとのクアッドと呼ばれる枠組みの重要性も増すことが考えられます。一方で中国との対話の道を閉ざさないことも重要です。対立をエスカレートさせれば地域の安定を損なうだけでなく、経済にも悪影響を及ぼす可能性があります。引き続き国際情勢に注目し、日本の進むべき道について考えていきましょう。